宝株式会社の中尾と申します私ども宝カバイオは宝焼酎焼竹梅などの種類事業を手がけます京都の宝酒造現在の宝ホールディングになるんですけれどもこちらが1970年代に入りました滋賀県大津市の中央研究所でスタートさせたバイオ事業部門が事業の発展に伴いまして2002年に分社独立してできた会社でございます。主力製品は 企業や大学などのバイオの研究者や技術家の方にお使いいただく研究用試薬を取り扱っておりますまた大いちゴナナやノロウイルスなどの食品や環境の汚染をする微生物を検出する試薬なども扱わさせていただいておりますまた抗がん剤の効き目を予測する遺伝子の解析や再生医療用の細胞加工サービスなども 行う受託サービスという事業も進めておりますさらに最近ではこれらの遺伝子や細胞を扱う技術を利用した新しい薬遺伝子治療薬というんですがこちらの方の開発も進めております私どもの主力製品であります研究試薬の大半は中国遼寧省大連市の工場で製造し世界各国の子会社を通じまして 世界のバイオ研究を行う研究者に提供させていただいておりますが CDM 事業と呼んでおります研究受託サービス事業は滋賀県草津市に2014年に設置しました遺伝子細胞プロセッシュセンターと呼ぶ日本最大級の細胞加工ベクター製造施設で行っております。ままた遺伝子解解析析ビジネスににつきましても日本最大級の解析センターを滋賀県草津市に 2015年に設置して進めております研究開発活動はバイオテクノロジーの研究開発のメッカであります米国の西海岸にありますシリコンバレーの子会社と滋賀県草津市の本社事業所の二極体制で行っております宝酒造が1970年代に滋賀県の大津市に新技能の探索のために最新鋭の実験設備を備えた中央研究所を備えたのが きっっかけになっております2002年にタカラバイオが分社独立した際に従業員施設知財などのバイオ事業関連の資産を全て引き継ぎましたその際本社機能は別の地域に設ける意見もあったのですが我々のような研究開発成果技術を売りにする会社にとっては研究と本社機能が一体として活動した方が効率的であろうと判断し本社をそのまま滋賀県に構えることにしました。 その後事業規模も大きくなり施設拡張の必要に迫られまとまった土地を求め草津市に新社屋を設け研究施設とともに本社機能も移した次第であります私どもの従業員は滋賀県に在住の者が多く気候風土とも住みやすさの,すさの観点からも従業員の評判は非常に高いと感じております我々が扱っております遺伝子治療薬などの再生医療等製品についても また、CDM 事業受託サービスにつきましても医療機関との間で検体や製品の移送の必要がありますが現在の草津市を拠点としてスムーズに行える体制が構築できていると考えております。